フェルナンド・イー・ソラナスは、アルゼンチンの映画監督、脚本家、政治家。クレジットでは、フェルナンド・エゼケール・ソラナスとも表記されるほか、スペイン語圏など一部の地域では、ピノ・ソラナスと呼ばれることもある。1936年2月16日、ブエノスアイレスで生まれる。映画監督になるまでに、演劇、音楽、法律を学んだ。1962年、 諸女作となる短編、セギリュアンダンドを制作する。1968年には、初の長編となるドキュメンタリー、ラ・ホラ・デロース・ホーネス、ノータス・ワイ、テスティモニオス・ソブレール・ネオ・コロニア・リスモ、ラ・ビオレンシア、ワイ・ラ・リベルシオンを、オクタビオ・ヘティノとの共作として発表。同年のマンハイム国際映画祭で、観客賞、国際映画批評家連盟賞など4つの賞を受賞。 1972年には、英国映画協会、サザーランド杯を受賞した。以後、独裁政権に抵抗する1960年代後半のアルゼンチンの映画運動、グループシネ・リベラシオンをヘッィノやヘラルド・バジホと共に、牽引する。1971年に日本のドキュメンタリーを制作した後、1975年に、 初の長編劇映画となったロスイホスデ・フィエロを発表。アルゼンチンの国民的作家マルティン・フィエロを扱った同作は出演者の一人が暗殺されるという事件に見舞われたが、1978年に第25回カンネ国際映画祭の監督週刊部門に出品された。その後、1976年に ホルヘラ・ファエル・ビデラを中心とする軍部のクーデターにより独裁政権が樹立するとソラナスは翌1977年に家族と共にパリに亡命。以後8年もの間フランスを活動の拠点とする。1980年フランス資本で制作したドキュメンタリーレリガード・デ・オートルを発表。第33回カンヌ国際映画祭の フランス映画の展望部門に出品された。1985年、2年前の祖国の民主化に、伴い8年ぶりにアルゼンチンに帰国。同年、アルゼンチンからパリに亡命した女優を、主人公に祖国への教習を描いた単語、ガルデルの亡命マイナスを発表した。同作は、第42回ベネツィア国際映画祭で審査員、特別大賞、イタリア批評家賞。 ユニセフ賞を受賞。翌1986年の第11回セザール賞では音楽賞をアストルピアソラとホセルイス・カスチネーラでディオスが受賞した。ソラナスの作品は検閲により上映禁止処分を受けることもあったが、本作は1986年にアルゼンチンでも劇場公開された。また、本作は日本で初めて劇場公開された。 ソラナスの作品でもある。1988年、16年ぶりのアルゼンチンでの制作となったスール、その先は愛を発表。独裁政権が崩壊した1983年のアルゼンチンを舞台に、青を基調とした映像とアストルピアソラによる単語を使用し、刑務所から出所した活動家の主人公が家族のもとへ帰宅するまでの人よと主人公と、 その周囲の人々の階層による独裁政権下のアルゼンチンを全4部構成で描いた。同作は第41回カンヌ国際映画祭で監督賞を受賞した。ソラナスは同作を愛についての映画と語っている。1992年、父親を探しにアルゼンチンからメキシコまで旅をする少年を主人公にラテンアメリカの情景を描いた。ラテンアメリカ。 光と影の歌を発表。同年の第45回カンヌ国際映画祭でフランス映画高等技術委員会賞、エキュメニカル審査員賞を受賞した。しかし、アルゼンチンの政治的な腐敗を批判する描写が含まれていたため、ソラナスは当時のカルロスメネム大統領から名誉毀損で訴えられ、法廷で証言した翌日には何者かに銃撃されるという事件に見舞われた。 また、本作は1992年に死去したアストルピアソラが映画音楽を担当した最後の作品となった。劇映画は1998年のザ・クラウド・アメフル・ブエノス・アイレスを最後に制作していないが、2000年代以降は多数のドキュメンタリー映画を制作している。2004年には映画芸術への多大な貢献を称えられ、第54回ベルリン国際映画祭で、 名誉金熊賞を受賞した。2020年7月にユネスコ新善大使に就任した。だが、在任中に新型コロナウイルス感染症に感染し、数週間の闘病生活の後、パリにて死去した。84歳没。ありがとうございます。